さあ1回の裏です。日大三高の攻撃。さあバッターは1番の本間律樹です。2年生。引っ張ったライトへ大きな当たり入りました。ホームラン。なんと先おととい府中高架戦に続いて今日も先頭打者ホームラン。いやー見事なバッティング。ゆっくりと回って今ホームイン。ナイスバッティング。先頭バッター本間律樹高校に入って11本目のホームラン。さあ拓大地高先発ピッチャーは今日は井上を送ってきました。井上ですが、三鷹中等戦4回戦の三鷹中等戦で先発しています。バッターは2番の清水です。まあ、参考の選手は甘いボールは絶対見逃しませんのでね、はい、やっぱり投手の井上君も神経使うと思いますね。ここは空振り三振を取りました。初めてのアウトが日大三高清水から取りました。ワンアウトです。さあそしてバッター注目のバッター土井戦です。ワンアウトランナーはありません。4回戦の国士舘戦ではヒットが出なかったんですが他の3試合ではヒットを打っています。おとといの5回戦府中高架戦では5打数3安打打っています。緩い変化球でストライクを取っています。追い込んでいるのはマウンド上の井上。ワンボールツーストライク。ここは少し高めに浮きました。ピッチャーの井上ですがストレートの他にはカーブとスライダーチェンジアップを持っています。叩きつけて三遊間ショート一塁へ足が速いぞ一塁セーフ。いや足速かったですね。そうですね、はいはい、取ってワンバンでもいいからフォアステしっかり放ってほしかったですね。ちょっと取ってから時間かかりすぎですかね、はい、ショートは吉田光太郎。ワンアウトランナー一塁です。バッターは4番レフトの小田です。小田大成。細田さんこの4番に入っている小田なんですが、はい3回戦の桜町戦では2安打打ってはいるんですが残りの3試合がヒットがまだ出てないんですね。そうですね、はい、一昨日の試合でも後半ちょっと変えられてましたけどね、そうですね、まあ、奮起させようという監督の考えだろうとは思うんですけど、はいまあ、非常に長打力のあるバッターボックスの小田です。バッテ三遊間ショート取れないレフトへ4番の小田にヒットが出ました。レフトへのヒットです。まあ、ショートの吉田も懸命に飛びついていったんですが届きませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁でバッター岡本、まあ、先ほど細田さんおっしゃったように4試合とも全てヒットを打っています。ちょっと高めに浮きました。そうですね、だいぶ警戒してますね、はい。まあ、このピッチャーの井上ですが緩急制球力を武器にさまざまな場面で登板ができる2年生投手、まあ、この夏の大会は2試合目の先発を任されました。2戦目です。一塁送球ちょっとワンバウンドになったがあっとそれを見て二塁ランナー三塁行く。ここは卒のない走塁を見せています。土井戦が三塁進んでいます。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。高田一今年はちょっともったいなかったですね。もったいないですね、はい、スリーボール
高め外れました、フォアボール。まあ、拓大一高の井上からするとこの神宮球場朝一番の試合ということもあって多少緊張はあるかと思いますね。はい、6番キャッチャー。今、5回戦の時にこういうピンチの時に、はい、やっぱりゲッツーとかですね、そういうような時で乗り切ってしてますからね、拓大、はい、選手は、はい、ここを踏ん張ってほしいですね。バッターは6番のキャッチャー西梶健太です。ワンアウト満塁。この西梶健太も4試合ともヒットを打っています。さあピッチャーの井上、この満塁のピンチどうしのぐか。ファルボール。まあ、もう試合前、開始前から1番をつけたエースナンバー2年生エースの岡部がブルペンで投球練習をしていました。ただそこで今呼ばれたんですね、今ベンチの方に。ワンボールワンストライクです。ワンバウンド、あっとキャッチャーボール弾いた。サード一気線入ってきます。三塁送りますが、これも間に合わない。ここでバッテリーミスで1点追加。ちょっとミスが続きますね。そうですね。まあ、5回戦、おとといのゲームですね、第1試合の東海大菅生相手に激闘を戦ってきましたこの拓大一高。まあ、松井監督も試合終わった後、もう選手たちはもう本当疲労ポッと話していました。中1日でのゲーム、空振り。まあ点は取られてますけど、まあ、井上君非常に僕は落ち着いて見えるんですけどね。はい、ワンアウトランナー二塁三塁に変わっています。ボールカウントはツーボールツーストライク。引っ張って三塁線入っている。さあ取れない、1人帰ってくる。2人目も三塁を回って今ホームイン。さらに2点追加。三塁線の打球でしたが西方止めることできませんでした。5回の表、拓大一高バッターは田村からです。5番バッター、最初の打席はフォアボール選んでいます。さあ細田さん、はい、拓大一高ですがピッチャーの岡部君に代わってから非常に守りリズムが良くなってきましたので、そうですね、いいですね、はいはい、攻撃につなげたいところですよね。まあ、日大三高の選手も東海大相模との東海大菅生との試合を覚えてるでしょうからね。おとといのゲームでは4回になんと1イニング10得点。そうですね、はいはい、やっぱり油断はできないですよね。あたりでもポテンヒットというのが多かったですね。はい、多かったですね。はい、拓大一高、日大三高ともに今日が5試合目ということになります。ツーボールツーストライク。ファルボール。まあ、拓大一高としてはこの前半に1点でも2点でも返しておきたいですよね。はい、日大三高の先発ピッチャーの畠山、次がちょうど50球目になります。バッター三塁線入ってる。さあ長打丸、一塁蹴って二塁へ行く。今ようやくレフトが打ちました。ツーベースヒット。さあ先頭出ました。さあノーアウトランナー二塁でバッターは6番の吉田幸太郎です。バントの構え、はい、ここはしっかり送った方がいいと思いますね。バット引きましたがストライクの方です。4対0 4点追いかけます拓大一高。5回の表先頭バッター出ました。ヒッティングに行った右方向ライトにストンになった。2塁ランナー3塁回った。ボールは中継までホームイン。1点返しました吉田幸太郎。ここはヒッティングに行ってライト線のタイムリーヒット。8番ワンアウトランナー一塁に変わってバッターは8番ピッチャーの岡部です。
ここはバッティングのいいピッチャーの岡部、バントの構え見せましたね。まあ、バットはやらないでしょうけどね、さあ自らマウンドに上がって自分たちに流れを持ってくることができるか。日大三高は背番号10番の畠山です。一塁に牽制入れます。日大三高バッテリーどう攻めてくるでしょうか。ピッチャー畠山、ちょっと高いボール先行になりました。ツーボールワンストライクです。一二塁間が広く空いています。ランナースタートした、バントしている、三塁前、送りバント成功です。今一ランナースタートしてましたね。そうですね、はいはい、まあ、でもバッターの岡部がきちっと三塁前にいいバントを転がしました。まあ、珍しいサインですね、はいはい、さあ2アウトですがランナー2塁でバッターは9番の佐藤亮成。さあ大きな病気から復帰しました。去年の夏8月に血液のがんが発覚して入院生活を余儀なくされました。しかし治療にも耐えてリハビリも行ってグラウンドに戻ってきました。2月には完全に完治して学校にも通って3月から練習にも参加したというバッターの佐藤です。よかったですね、佐藤陽性。血液のがんということで ね、 そうですね、本人もちょっとだったと思うんですが、はい、よく立ち直りましたね、そしてまあ仲間もね非常に支えてくれたと、はいはい、それでここにいるっていうのはちょっと感動しますね、今日もスタンドで佐藤義信さん、お父さん、お母さんの由美子さんも声援を送っています。ここは外いっぱい、拓大地高としてはランナー2塁にいますの で、 そうです、ね、ここで1本欲しいところですね。どうにか食らいついてほしいですね。三高としては相手に流れを渡さないためにもしっかりと、ここはショート正面、一塁に送ります。スリーアウト、ランナー1人残塁、1点返しました。5回の表、4対1です。ゲームはすでに5回の裏に入っています。5回の表、拓大一高1点を返して4対1、その差が3点です。セカンドゴロ、セカンド本田踏ん張って一塁に送ります。ワンアウト、先頭バッター西梶セカンドゴロに倒れています。解説の細田さん、はい、5回戦おとといの府中工科戦、まあ、5対1で日大三高は勝利したんですが、はい、まあ、チャンスは出たもののあと1本が出なかった、はい、そうですね、毎回だったですね、はいはい、まあ、そのことをちょっと今日の試合でも、思い出してたんですけど、はい、ちょっと残念がちょっと多いような気もしますよね、はい、まあ、ダブルプレーもね、はい、3つありました。そうですね、はい、まあ、三木監督もあんだけチャンスがあって点を取れないというのは、まあ、監督の責任もあるという話もしていましたが、はい、まあ、西田さん、今年はノーシードからの戦いですからね。そうですね、勝ち上がってきてますよね、はい、現在西東京大会は2連覇中、3連覇をかけている今年のチームです。なんかずっと見てきますと打線は去年のチームよりいいんじゃないかなという気はするんですけどね、はい、右方向へうまく打ってライトの前、ワンバウンドのヒットになりました。ワンアウトから7番の飯田、飯田は2打席連続ヒット、まあ、うまく追っつけましたね。バッターは8番ショートの松岡、やっぱり参考としては1点取られてますんでね、はい、すぐこの1点を取り返すっていう形でいくんだろうと思うんですけどね、バントの構え、一塁送球、際どいタイミングでしたが一塁セーブ。いや、ここはバントをやった方がいいと思いますね、はい、まあ、次はピッチャーの畠山、はい、その後本間君ですからね、はい、
ワンアウトランナー一塁です。ツーボールナッシング。これで三木監督はどうするかですよね、はい、今そのまま畠山がネクストに入ってきました。ランナースタートした。ファルボール。エンドランですね。ここで仕掛けてきましたね。仕掛けてきましたね。まあ、1回に4点は取っていますが、2回、3回、4回とランナーは出るもののチャンスを生かしていませんので得点が入っていません。そこはワンアウト1塁。そうですね、はい、もう一度仕掛けるかどうかですね。ツーボールツーストライクです。動きません。ここはよく見た。変化球決まりませんでした岡部。まあ、ここで走らせる確率は高いですよね。スリーツーですね、はいはい、高め外れました。フォアボール。ちょっと力入ってましたかね、はい、ピッチャーの岡部です。さあ、ワンアウトランナー二塁一塁になったところでピッチャーの畠山が打席に入ります。まあ、ここでセーフティー送りバントでも面白いですよね。送りバント2、3塁にしてですね、本間君を迎えると。はい、はい、ヒッティングにいた。詰まっている。左中間、センター前に来る。レフト前に来る。レフトの田村が掴んでいます。ツーアウト。さあ、ここでバッターは今日もホームランを打っている本間です。その後はセンターフライとセカンドゴロ。前の打席では満塁のチャンスで初球を打ってセカンドゴロでした。セカンド牽制。セカンドランナーは飯田です。一塁ランナー松岡。高田一高2年生エース岡部。デッドボール当たりましたか、はい、ちょっと変化球抜けましたかね。そうです ね、まあ、思い切ってインコース投げいったんですよね、はい、2番セカンド1番の本間初球デッドボールで、さあ満塁です。ツーアウト満塁。バッターは2番の清水。細田さん、日大三高としては、はい、この満塁のチャンス。そうですね、ここで1本ですよね、はい、出してほしいですよね。打って突き放したいこの5回の裏、初球緩い変化球で入ってきました。最悪1点でもいいと思うんですよね、はい、1点返した守っている拓大一高としてはここは何としてもゼロで抑えたい、ね、この裏の守りです、うん。叩きつけてショートゴロ。ボールを落としてる。三塁送球も間に合わない。ちょっとやっぱ人工芝のバウンドで合わせにくかったでしょうかね。記録はエラーがついてしまいました。この1点は大きいですね。8回の裏、まあ、ワンアウトです。バッターは3番注目の選手土井貴仙。この土井は1年の秋からベンチ入りしています。2年春夏とベンチに入ることができませんでした。その悔しい思いがあったことでこの最後の夏挑んでいます。この新チームではキャプテンに任されたんですが、秋の大会そして春の大会とやべやと姿を消していました。したがって今年の夏の大会はノーシードで挑んでいる日大三高。ツーボールワンストライク。バッター三遊間抜けていきました。さあ、ワンアウトから土井貴仙にヒットが出ました。一塁ランナーは背番号18番の内田ルークです。3年生。バッターは4番の小田です。
外しました、うん、やっぱ盗塁を警戒してるんですね、うん、そうですね、はい、まあ走るとしたらここですかね、はい、一昨日の府中高校戦でもダイソーで起用されました、うん、ストレートが外わずかに外れてます。こちら三塁側の日大三高のベンチです。一番左が三木雄三監督、おなじみのスタイル。変化球ちょっと高い、3-1です。高め外れました、フォアボール。ちょっと疲れもあるんですかね。100球超えました、はい、ここはもう岡部君頑張ってほしいですね、うん、ここをなんとかしのいで9回の表の攻撃につなげたい拓田一郎、はい、ここであればランナーを貯めて貯めて満塁で一発で同点ですもんね、はい、あと1点取られてしまうとちょっと非常に厳しいですね。さあここでバッターは5番の岡本です。さあまた小田にも変えますね、ダイソーを振りました。背番号13番、染谷光生です。まあ参考の選手は層が厚いですからね。一塁ランナーはダイソーの染谷光生です。バッターは岡本。ああ、まだこの試合岡本に当たりが出ていません、うん、まあ、カーブとインコースのストレートを使ってショートゴロでゲッツーを狙いたいところですけどね、はい、引っ張ったレフトへ上がった大きな打球は伸びがないか。レフト前に来る田村、中手に入ります。田村掴んで2アウト、5対1です。さあバッターはキャッチャーの西梶、6番バッター。最初の打席でヒットを打っています。セカンド牽制、西梶は2打席目以降サードゴロ、セカンドゴロ、サードゴロとゴロアウトが3つ。ちょっと初球は様子見で外から来ましたね。そうですね、はい、はい、プレート外して守りました、はい、まあ、ここはね慌てる必要ないですよね。必要ないですね、はい、ご自分のペースで、はい、しっかりと投げ切りたい岡部蓮、はい、2年生です。はい、いいですね、まっすぐできました、はい、ワンボールワンストライク。もう一回セカンド牽制は構えだけ、まあ、インコースのボールでどうにか打ち取りたいという考えでしょうね。まあ、このゲームに限って言うと3打席凡退はしていますがバッティングがいい西梶、はい、甘く入るとね、もう持っていく力十分ありますから、はい、試合して今日の試合含めて5試合連続ヒットを打っています。バッター三塁線入ってる、二塁ランナー三塁を回った、今レフトが追いつく、一塁ランナーも三塁回ったところ止めます止めます。あとちょっと中継が乱れましたがランナーそのまま、西梶三塁線横を破るツーベースヒット、1点追加6対1。はい、拓田一高としては9回の攻撃をするためにも何としてもここでもここでそうですね打ち取らなければいけないということになります。あと1人ですもんね、はい、頑張ってほしいですね。さあその1人なんですが打席には今日3安打打っています、ね、飯田です。今日3-3と当たっている飯田がバッターボックス。拓田一高外野はそんなに前に来てないですもんね。来てないですね、はい、センターがちょっと前ぐらいですがレフトも後ろですし、
打球決まらない。まあこうなりますとね、工藤君としてみれば、まあ、ファーストが空いてますんでね、まあ、飯田君、松岡君で一つアウトを取ればいいわけですからね、はい、うん、そうですね、はい、甘いボールだけはちょっと注意した方がいいと思いますね。スリーボール、うん、日大三高、ここで一気に試合を決めるか、あっと牽制球、悪送球、三塁ランナーホームに帰ってくる。さらに1点追加、これで7対1。さあ9回の表、高田一高は4番の高橋からの攻撃ということになります。高田一高としては足を止めないことをチームの決まり事として、粘り強い守備からゲームを作っていく今年の高田一高、2年生を中心とする投手陣、昨夏を超える戦力となっています。ここまで4勝を挙げてきました今年の夏。さあバッター4番の高橋龍斗、高橋は今日はヒット出ていません。ショートゴロと三振、フォアボールが1つあります。引っ張った、レフトに上がった、レフトどうだ、追っていく、追っていく、ファールゾーン、フェンス際はどうだ、あ、落ちてますか、引っ張った、三遊間、やめてきました、レフトのヒット。さあ先頭バッター出ました、4番の高橋龍斗、レフトへのヒット。ファーストランナーは藤方、一塁ランナー代走ですね、17番の土方直人、3年生です。一塁ランナー代走の土方です。神戸第二中学校、ランナースタートした、セカンド送球それている、キャッチャーの西梶からの送球がそれました、盗塁成功。まあ6点差あるんですけど、武田しか全く諦めてませんね、攻めてますね、はい、ダイソーの土方見事盗塁決めました。ノーアウト2塁です。バッターは田村が5回はツーベースヒット、チャンスメイクになりました。高め外れました、スリーボールです。どうにかつないでランナーを止めたいですね。矢亀変わってからフォアボール1つあります。矢亀から初めてヒットを打ちました高橋、ここはバッターの田村も1球見ます。フォアボールでノーアウトランナー二塁一塁です。さあバッターは吉田幸太のところですが、代打を送ってきました、背番号12番の高水です。伝令でマウンドに行っていました高水がバッターボックスです。そして一塁ランナーも田内に代わっています。はい、見てますね、はいはい、代打の高水ですが、成形戦で代打で登場して見事ツーベースヒットを打っています。三鷹中等戦でも代打でヒット、非常に代打勝負強いバッター。三鷹中等戦では打点1も上げています。癖、はい、のない素直なスイングしますね。バッターは代打の高水です。そして一塁ランナーも田内に代わっています。二塁ランナーも土方、一塁ランナーは田内です。背番号9番の田内優太、3年生です。ファールボールついていきます。これでインコースのボールをどう打つかですね、はい、ノーアウト二塁一塁のチャンス。スタンドに入ります。いや、よくファールにしましたよ、今のボール、いいボールですよ、はい。まあ、この辺りのやっぱ粘りですね、高田一郎。そうですね、東海大菅生戦では4回に一挙10得点、1イニングで10得点挙げました。
三振。ここは変化球に入ってくるボール。さあ空振りの三振を奪いました。ワンアウトです。リプレイでご覧いただきましょう。インコースいいボールですね。いいボールですね。ワンアウトランナー二塁一塁に変わっています。バッターは7番の石坂優斗。7番ファースト日大三高準決勝進出まであとアウト2つです。9回の表ワンアウトランナー二塁一塁。6点を追いかけます拓大一高。変化球から入ってストライクを取ります。この辺りのバッテリーやっぱ落ち着いてますよね。落ち着いてますね、はい、タイムはかかりました。まあ、ちょっと練習のボールですね、はい、一塁側の練習のボールが入っていきました。ここも変化球続けます、うん、さあバッター石坂次のバッターつなぐことができるか。ワンアウトランナー二塁一塁です。配球を際立します。キャッチャー弾いている。バッターはこれはアウトですね。三振ですね、はいはい。まあ、弾いたのを見て二塁ランナーの土方が三塁に進みました、はい、これは好走塁です、はい。さあここでピッチャー工藤のところですがまた代打を送ってきました、はい、ランナーが詰まってましたからね、はい、振り逃げっていうわけじゃないですよ ね、 そうですね。バッターも三振で、はい、一塁ランナーはそのままです、はい、背番号18番角田裕樹3年生です。角田は成蹊戦と三鷹中東戦で代打で起用されましたがいずれもヒットは打てていません。さあこの夏の大会3度目の代打で登場。ツーアウトです。日大三高は勝利まであとアウト1つとなりました。あとはなくなった拓大一高。バッター代打の角田。一塁ランナースタートを切る。ここはキャッチャー投げません、はい、二塁三塁です。ただ今のはストライクですので、はい、追い込まれました。変化球空振り。キャッチャー落ち着いて一塁送ります。スリーアウト。試合終了。西東京大会の準々決勝今日の第1試合拓大一高対日大三高の試合7対1で日大三高を勝利してベスト4準決勝進出を決めました。今ホームプレートを挟んで整列です。スタンドからも温かい大きな拍手。拓大一高粘りましたが及びませんでした。今年は準々決勝で敗退ということになりました拓大一高です。この番組は理想科学工業インターデッドイニシアティブ TCP 日本フィールドワン本店埼玉アンテナシステム DSP NEXT キャディックス J プロジェクト阪南コーポレーション。ブロードネットバックス
エトリ伝説、 FO プランニング、他各社の協賛でお送りしています。